必殺の一撃！あ、回避です。技能解説編、今回のパートは回避について丸々1パート使って解説します。簡単なようで意外と処理が難しい技能です。ここでじっくりと回避について学んでいきましょう。回避という技能は探索者に向けられた攻撃を回避することができます。主に戦闘のシーンで使用する技能ですね。基本的には目に見える攻撃のみ回避することができて、近くからの攻撃や不意打ちに対しては回避を使うことができなかったり、使えてもマイナス補正を入れたりします。銃弾も避けられますが、自分に向けられた射撃の最初の1発目だけ回避できます。向けられた銃口の弾道を予測して回避をするということになります。そして回避をしたラウンドは攻撃を行うことができません。逆に言えば、もうすでに攻撃をしてしまったラウンドは回避を試みることすらできません。しかし受け流しなら1回だけ回避を使用した同じラウンド中に使用できます。受け流しとは近接戦闘技能を使用して攻撃を受け流して回避する行為のことです。さらに回避は1ラウンドにつき1回しか試みることができません。高い技能値で何回も回避できてしまうと、あーっ、やりゃそりゃ、うわー、こいつ全部避けやがった。あ、人間じゃないっすね。ですので回避は基本的には1ラウンドに1回のみとなっています。ですがキーパーが望めば選択ルールとして回避を3回まで触れるルールを採用することができます。このルールを採用する場合、最初の回避はそのままの技能値でダイスロールできますが、2回目の回避は技能値の3分の2の値でダイスロール、3回目の回避は技能値の3分の1の値でダイスロールというように回避を試みるたびに技能値にマイナス補正が入ります。敵の数が多いシナリオではこのルールを採用していいかもしれません。とここまでが公式ルールブックでの回避のルールです。しかし昨今ではハウスルールといってキーパーによってルールが異なったりします。ハウスルールとはキーパーが定めたクトゥルフ神話 TRPG のルールブックに載っていない独自のルールのこと。この独自のルールを定める理由はバランス調整をするためだったり、ルールを分かりやすくするためだったりします。最近の回避に関するハウスルールとして、戦闘中の回避は1ラウンドに1回のみ試みることができて、攻撃も同じラウンドに使用することができるというルールが多いですね。つまり攻撃と回避は1ラウンドに1回ずつのみ試みることができるということ。私がキーパーをするときはこのルールを採用しています。もし毎ラウンド攻撃されて一切攻撃ができないなんてことになったらあまり楽しくないので、私はこのハウスルールでセッションを楽しんでいます。以上が回避についての解説でした。意外と難しいんです、この回避という技能。まだまだ説明しきれていないところもあると思うので、何か回避についての疑問があればコメントしてくださいね。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは TRPG に関する解説動画やリプレイ動画を投稿していく予定です。面白かったよって方はぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではまた次回。じゃあね、バイバーイ。